はい、よろしくお願いします。今回はですね VQE とか QAOA と呼ばれるリスクアルゴリズムっていうのを見てみたいと思います。でこれですねやはり最初の量子コンピューターの勉強するときに最近ちょっとずつですね2020年段階の量子コンピューターのアルゴリズムっていうのがだんだん復旧してきてきてその VQE とかですね QAOA って名前が、まあ、ちょっとずつ復旧してきました。でその時にやはりその VQE とか QAOA 名前は聞くんだけど実際どういうものなのかとかどういうふうに使っていけばいいのかっていうのが、まあ、ちょっと分かりづらいということもあると思うんでそのあたりをですねちょっとフォローしたいと思います。でですね、基本的にはですね VQ とか QA は最近はもうツールとして組み込まれてるので、ね、例えばですけどブルーキャットを使った例だと、まあ、ツールをですねこれ QAOA っていうのを VQ と一緒に使ってるんですけどツールを読み込んだら基本的にはこのハミルトニアンと呼ばれるものですね問題設定をします。であとはですねあとステップ数っていうのを決める必要があるんですけどもうそしたらもうあと計算できちゃいます。こんな感じです。めちゃくちゃ簡単です。なので最近は VQE、QAOA のツールは全部この中が入ってます。でこの中例えばですね VQE だと暗殺を作らなきゃいけないとかあとはその期待値計算しなきゃいけないとか最適化計算してパラメータ更新しなきゃいけないとかいろいろあるんですけどそういうのはですね全部この中にですね入ってます。であとはこのですねこれはですねどうやって作るかっていうとこのハミルトニアンと問題を作ったら暗殺に変換しなきゃいけないんですけどこのハミルトニアンとこのステップスで決めたら勝手に暗殺作ってくれます。最近はなのでこんな感じですね非常に簡単にシンプルに使えます。で期待値計算も自動的にやってくれるしこっちも自動的にやってくれると。なので私たちは何やるかというと本当は暗殺作ったりとかなんかすごい難しいのあるんですけど一切考えずに問題設定とステップ数さえ決めれば、まあ、あとは勝手に暗殺作ってくれると、まあ、こんくらい簡単にできます。でこの問題の作り方っていうのが、まあ、ちょっとめんどくさいんですけど、まあ、量子アニーリングですとか QAOA とか量子核計算とか、まあ、いろんなですね今後も教科書とか文献が出てくるので、まあ、ちょっとずつ実例を抑えながらやっていくと、まあ、こんな感じになります、はい、ですね。で現在ですね、まあ、ちょっと振り返ると1990年代にハードウェアがない段階で汎用量子アルゴリズムというのが開発されました。これはですね将来的に理想的な量子コンピューターを想定したようなものというのが考えられています。で特にこの中ですね位相推定アルゴリズムというのがありますけどこれが量子科学に使えるんじゃないかということで2015年以降はですねリスクアルゴリズムちょっとエラーが多い量子コンピューターの VQE、QAOA って2つのアルゴリズムが開発されたんですけど後量子科学はですねこの VQE と呼ばれるタイプに分類がされます。2012年からですね量子アニーリングと呼ばれるものが開発されて DM で開発 DM というカナダのですねベンチャー企業が作ったマシンで利用されたんですけどこれはですね2015年からは Google とか IBM のマシンでは QAOA という形でやはり同じようなアルゴリズムとして展開されました。で今後はですね今後の量子機械学習の方に行くんですけどやはりですね、これはですねまだまだこれからって感じですね。ちょうど去年の暮れぐらいから始まって今年まさにですね今やってるところ最中で全然スタンダードは決まってません。なのでちょっと難しいところもあるし、まあ、これから決まっていくんでまだまだ決まってないことはある。でやはり勉強するにはここら辺とか、まあ、ここら辺から勉強するのがやっぱやりやすいというのがあると思います。量子アニーリングのとかあとはですね VQE とか QAOA から勉強するのが一番分かりやすいと、まあ、こんな状況になってます。なので私たちが欲しい資料は、まあ、ここなんですね。 Google とか IBM がまあ散々やってきてニュースになってるここのですねどうやって作ればいいかっていうのが知りたいと。でこれですね、2015年か2020年までですね今流行ってる Google や IBM のマシンで使える計算っていうのは実は1種類しかありません。こうですね量子アルゴリズムとしては VQE と呼ばれるもので、まあ、ほぼ1種類ですね。これ固有値というものを求めます。これ行列ですね。で私たちが作るのはこれです。で求めたいのはこれです。でどうやって求めるかっていうと、まあ、これですね。これ直接求まんないんでちょっとこういうのを計算するんですけど、まあ、こういう式があってこれを求めたいんですけど、まあですね、こう最適化計算最小化計算というのを使って、まあ、E0 を探していきます。ハイブリッド計算はですね私たちが作んなきゃいけないのは実はこのですね暗殺と呼ばれる量子回路です。で先ほどのツールみたいに暗殺はですね、まあ、自動的に作ってくれるというツールも出てきたんで私たちは問題設定をして H とでステップスを決めればこの暗殺を作ってくれると。あとですねこの期待値というやつを計算して最適化をしていくんですけどこれをですね何回もぐる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 回して十分ですねこいつですね求めたいのはこいつです。
こいつが E0 に近づきます。なんでここの計算が十分小さくなれば、まあ、止めていいと、まあ、こんな感じの手順になります。でこの時にですね、私たちが問題を設定する H というハミルトニアンと呼ばれるんですけど、行列には実は X と Y と Z の3種類の記号しか使えません。これは0110-II0100-1という3つの4つの行列です。でニスクアルゴリズムはですね、 XYZ が直接回路上に出てくるってことはあまりありませんですね。ただ問題設定をするためには私たちはこれを覚えなくてはいけないと、 XYZ を使って問題設定をします、はい、ですね。なので問題設定は XYZ をするんですけど、実際の計算には実は XYZ は使えません。じゃあ実際の計算に何に使うかといったら、実際の計算にはですね、 RX、RY、RZ で、なんでかっていうと、暗雑と呼ばれるさっきのですね、実際に具体的に計算する回路は XYZ で作った式が RX とか RY とか RZ とか、まあ、こういったものに変換されます、自動的に。で最近のツールは自動的に変換してくれますんで、中身ではですね、もっと難しいこんな感じの行列で計算をしています。なので実際に計算に使われているのはこの RX、RY、RZ の方が使われています。より複雑な式だと RXX、RYY、RZZ 2量子ビット以上の相互作用を持ったようなですね、こういうゲートっていうのが使われるので、もっと面倒くさいこういう式になってますけど、これはもう最近は機械で自動化されているので、私たちは直接考えることもあるんですけど、まあ、ほとんどの場合は考える必要がなくて、ほとんどの式はですね、こうですね、 XYZ で作れば機械が自動的に RX、RYZ自動的に RXX、RYY、RZZ に変換をしてくれますですね。なので、まあ、基本的にはですね、まとめとしてはですね、私たちはこういった回路を作ります。で基本はですね、こんな感じになってますんでですね、どうですかね、基本的にはこの回路なんですけど、基本的にはこの暗雑は自動的に作ってくれますんで、作り方を覚えればいいという簡単なシンプルな形になってます。はい、なんでぜひ勉強するときはですね、まずですね、NISC の VQE-QAOA っていうのを使いたい場合には、まあ、この仕組みを覚えてからですね、それをイメージしてやるというのでできると思います。で機械学習の場合にはですね、さらにですね、この XYZ をですね、定式化が必要なくなるんで、今後はもっと簡単になるんですけど、 RX、RY、RZ、RXX、RYY、RZZ は、まあ、使う必要があるんで、引き続き覚える必要があるということになります。じゃあこんな感じですね。ちょっと難しいですけど、まあ、ちょっと順を追ってですね、もう一回動画を見るなりして、まあ、確認していくことによって、その量子コンピューターを使ったですね、固有値問題、特に量子化学計算ですとか、組み合わせ適化問題と呼ばれるものですね、で量子アニリンから発展していった QAOA ですとか、フェーズエスティメーション、量子位相推定から発展してきた VQE というのの使い方が、これを見るとよくわかると思います。はい。じゃあぜひ学んでください。お疲れ様でした。